社会情報学部のいいところは何者にもなれるっていうところだと思っています。やりたい目標がある人はそれに向かって自分の得たい教養だったりとか技術とか専攻を決めてそれに向かって自分で勉強することができますし、まだ何も決まってないよっていう人とか、大まかには決まってるけどっていう人はこう学際的に幅広く学びながらこのプロジェクト演習入門みたいな授業でこう実社会と触れながら目標を決めるっていうことができることだと思います。グループワークの方法をプロジェクト型で学ぶ授業になっています。前期のプロジェクト演習1ではビジネスマナーや発想法などの基礎を最初にインプットしてその後にプロジェクトに実際に取り組むっていうものです。で、私自身は前期の時はナットインクさんっていう会社のスキャナットっていう測量アプリのマーケティング施策を実際に考えました。で、後期に行われるプロジェクト演習入門では社長を公募してその社長をもとに組織構成をすることによってプロジェクトを進めていきます。私は実際にキャンパス内でのフリーマーケットを今考えているところです。前期のプロジェクト演習入門1の方では先生からお題が出されます。で、そのお題っていうのは、相模原市の施策だったり企業さんのマーケティング施策だったりと実社会の問題にフォーカスしたお題が出されて実際にそれに取り組みます。後期のプロジェクト演習入門2の方では大まかなお題を出されるんですけれどもそれに対する施策は自分たちで考えます。学生個人個人のさまざまな能力を活かせるっていうところにあると思います。特に社会情報学部の学生は高校の時に理系文系だったりさまざまな人がいたり専攻も分かれるのでそれぞれの個性とか好きなことその趣味みたいなことも活かしながらリーダーシップとかフォロワーシップを発揮してプロジェクトをやっています。それによって長所と長所を組み合わせるようなコラボレーション能力だったりとかあとこう他者と共同していくっていう上で共同するためのコミュニケーション能力みたいなところはかなり伸びると思います。かなり学際的に学べるっていう点があるので好奇心旺盛でいろんなことを学ぶっていう意欲がある人だったりとか自分の目標が決まっていてそれに向かって学びたいことがあるっていう人にすごく向いてると思います。